号砲なって第5レース3つ目の A 級準決勝スタートです。一番車京都中野勇気が迷わずエースを取って先頭に追いかけます。番手3番手兵庫の2人、現在4番の徳丸康則が2番手、5番の玉手翔が3番手です。3番の片山智春、外2番の福岡長野和弘、注目7番の徳島犬伏優也、1番後ろが6番岡山太田圭介です。九州短期2番の福岡長野選手は中野勇気、犬伏優也両ラインを見据えて谷間の4番手です。前段そして後方2つのラインもラインが完成いたしました。3対1対3の周回です。初日の独占バック6番手からマクリュー組3着1番京都の中野、独占同様5番兵庫の玉手が連携いたします。ラインの3番手4番の徳丸康則、昨日の1レース短期戦でしたが5番手から直線打ち伸びて3着です。福岡2番の中野和弘は切れ目の4番手から、後ろ詰め5番手からルーキー7番の犬伏であります。予選4レースはホーム5番手からの先行で逃げ切り勝ちです。番手は初連携です。特選組岡山3番の片山、昨日は村上のマクリマーク特選は2着でした。6番の太田が昨日同様犬伏ラインの3番手、早めに2周4コーナーから犬伏が抑えに行きます。打賞の周回1番中野が先頭への車間を空けながら突っ張ります。7番手の犬伏は早めに2コーナー手前で5番手下げました。脚力のロスを最小限に抑えたが犬伏タイミングを測ります。中野が盛んに後ろを気にしています。打賞5番手の犬伏、どこで2度目の攻めとなるか。1回目は少しだけ動きました。2センター外に持ち出して4コーナーかましていくが、片山がもう離れてしまった。1人で行きます。中野勇気冷静に2番手も離されていきます。飛ばしていきます。どん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 もう別世界です。2番手1番中野、5番玉手、近畿の特選組追いかけますが全く車間が詰まりません。3番の片山が自ら枕、まだ4番手焦点は2、3着はるか前方7番許し独壇場、強い強い圧勝でゴールイン。1番5番2着際どい。近畿の特選組2、3着は判別が分かりません。もう抜け出してからは1人別世界であります。大きくリードを取ってこのまま決まればいよいよ明日 S 級特別昇級王手をかけます。2着3着どうでしょう。近畿の初日特選組です。内の中野行き、外玉手翔、どちらでしょうか。2着までは無条件での決勝進出です。2着の合わせちょっとこの角度では分かりません。内が中野、外玉手、1番5番5番1番2、3着決定までお待ちください。5レースでした。